このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。タナナ女性所長の不動産大学ゴールデンウィーク明けのスタート編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、皆さんお久しぶりでございます。ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしになられましたでしょうか。私の方もですね、借地借家法様の方に代打を務めていただきましてですね、今はこのようにちょっと代わりにですね、働いて今疲れているのでですね、もうちょっと温泉の方に、招待しまして、こんな感じでですね、これどこにいるか分かりますかね。これ借地借家法様今温泉に使っておりますというかですね、疲れないんでですね、温泉に浸っているという感じのですね、状況になっておりますので、一応これですね、借地借家法様に今代わりに温泉に行っていただいております。これ湯河原のですね、温泉に行って借地借家法様休んでおりますんでですね、私の代わりにゴールデンウィーク中ずっと働き続けたんでですね、今こちらの方でですね、温泉で休んでいただいているというような感じになっております。ということでですね、今日はちょっと復帰初日ということで、そんなにですね、ちょっと難しいお話はしないようにですね、今日はですね、少し実務のお話をしたいと思います。私ですね、実務をやっていた時に一つだけですね、これだけは絶対にやらないっていうふうに決めていたことが一つあるんでございます。それはですね、ズバリ知り合いは絶対に仲介しない、これなんでございます。自分自身が不動産屋に就職したりすると、なんかいい物件あったら紹介してくれよとかですね、結構二言目にはですね、物件を紹介してほしいっていうことをですね、相談されるようになるんです。私はですね、それすごくされました。例えばですね、自分の友達とかですね、あと友達の友達が物件探してるからですね、例えば部屋を探してるとか、引っ越しをするから、なんか物件いい物件紹介してくれとかですね、そういうことを結構気軽に言われるんですけども、私はですね、一切全部断っております。これ自分のですね、親とか自分の兄弟とかから相談されればやるかもしれませんけども、それ以外に関してはですね、友達とか、あと友達の友達とかですね、あと遠い親戚とかですね、そういった方には絶対に紹介をしないということをですね、私はもう徹底して決めております。これなんでかというとですね、これ実際私が営業マンの時だった話なんですけども、紹介をしたことがあるんですよ。これはですね、私の友達の彼女さんの引っ越しで物件を探してほしいと言われたんですね。でその彼女さんっていうのは一人暮らしじゃなくて、その彼女さんの弟さんと、要は二人暮らしをしたい、兄弟で二人暮らしをしたいっていうご相談だったんですね。でこれ都内なんですけど、都内でですね、こう二人暮らし、要するに 2DK とか 2LDK っていう物件になってくるんですけど、これ 1K に比べてですね、圧倒的にですね、賃貸物件の数が少ないんですね。ここをまずですね、認識してもらうのが結構大変なんですけども、ワンルームってそこそこやっぱり多いので、選択肢多いんですけど、二人暮らし、結構兄弟二人暮らしの部屋探しって結構都内、そういうので探しに来られる方多いんですよ。親御さんもですね、兄弟二人一緒に住ました方が安心だからっていうので、二人兄弟で年が近い場合に関しては、2DK とか 2LDK で物件を探しに来るっていうパターン結構あるんですけど、こうなると選択肢結構狭いんです。で特に 2LDK とか広い物件になってくると、駅前にはそんなに物件ないんですよ。駅からやっぱり10分以上は歩くっていうケースがほとんどになるんですけど、そこのところもなかなか理解してもらいにくいっていうポイントがあります。彼女さんの物件をですね、探したんですけども、どうしても駅からです、遠い物件しかなかったんです。駅たほぼ15分ぐらいだったんですよ、ぐらいの物件しかなくて、でそこをですね、友達の彼女さんとですね、一緒に車に乗せて物件も案内に行って、で正直私もですね、ここちょっとやっぱ駅遠いなとは思ったんですけども、自分の会社で取り扱っている物件で他になかったんですよ。でこれこうなってくるとどうなるかというとですね、向こうも結構やっぱり断りにくいんですよ。やっぱり自分の彼氏の友達にまで頼んで物件を紹介してもらってるのに、ちょっと案内してもらって断りにくいっていう雰囲気にもなるんですね。彼女さん自身は、まあ、結構気を使うタイプの方だったので、まあ、向こうもやっぱ断りにくかったんだと思うんですね。で私も案内している手前ですね、一応会社として案内をしているので、一応決めなきゃいけないっていうのは一応あるんですよ。知り合いとはいえですね、基本的には案内をしたら決めて帰ってこいっていうのは基本的にはですね、あるので、どうしても営業はせざるを得なくなっちゃうんですね、こちらの方も。嫌だったら断っていいですよなんていうふうに堂々とは言えないような感じの雰囲気だというふうに理解してもらえるといいんですけども、まあ、そんな感じだったので、結局ですね、そこで、じゃあここで契約しますっていうふうに彼女さんが言ってくれたんで、じゃあ契約しましょうということで、お店戻ってきて、で、契約書とかもサインをして、一応一通り終わったんですね、手続きが。ここまではまあまあ良かったんですけども、問題だったのはですね、この引っ越し日当日ですね、引っ越し日当日に、まあ、店舗の方で鍵を受け渡して、その後ですね、まあ、現地の方に彼女さんも向かったんですけども、その日にですね、向こうの
のご両親さんもですね、まあ、引っ越しだということで出てきてたみたいなんですよ。で、そのご両親っていうのはその日初めてその物件に行くっていう状況だったんですね。で、物件の鍵を引き渡した後ですね、しばらくしてからですね、そのご両親さんからお店の方にですね、電話かかってきたんですよ。なんてかかってきたかというとですね、なんて物件紹介してくれたんだ、これすごい駅遠いじゃないですか、これ相手が素人だと思ってこんな物件紹介したんですかっていうふうにですね、ボロカスものすごい言われたんですよ。まあ別にそれは別に本人は納得してそれ契約してるんですよ。彼女さん自身はそれで納得して契約してるんですけど、親御さんはものすごいブチ切れたんですよ。なんでこんな駅遠いすごい不便なところの物件を紹介してくれたんだっていうふうに散々言われました。言われて、まあ別にこれ普通のお客さんでやれば、いや別にちゃんと説明して契約されてるんでっていうふうに話をすればそれで終わるんですけども、これ知り合いなんですよ。友達の彼女さんを仲介してるわけなんで、全くの他人じゃないわけなんですね。だから簡単に言ってしまうと、めちゃくちゃその後気まずくなったんですよ。結局もう向こうの親御さんもブチ切れるぐらい怒っちゃったので、彼女さんも私に対してちょっと申し訳ないっていう感じになってますし、彼氏も私に対して申し訳ないっていう感じになっちゃってるっていうですね、すごい微妙な状態になっちゃいまして、そっからですね、やっぱりある程度ちょっと疎遠な感じになっちゃったんです。私からもあんまり連絡取りづらいしっていう風になっちゃってっていうことがあったんですよ。で、こういうことってですね、結構あるんです。 CA を仲介してですね、物件を紹介するとどうしてもですね、特に賃貸の場合に関しては、まあ、中古物件もご紹介することが圧倒的に多いので、そうなってくるとやっぱり何かしらやっぱり妥協してもらったりとかっていうことが出てくるわけなんですよ。で、妥協して納得して契約してくれるからいいっちゃいいんですけども、入居した後にですね、何かしら万が一トラブルがあった時に、まあ、とにかく気まずい感じになるんです。ですのでですね、もしこれから皆さんが不動産会社にですね、就職転職されるとですね、おそらく周りから何かいい物件あったら紹介してほしいとかですね、あると思うんですけども、私はですね、あまりそれお勧めいたしません。もしやるのであれば、私はですね、そういう風に相談された時にどうしてるかと言いますと、いや私に相談しないでって言うと、まあ、どうしても感じ悪いじゃないですか。だから、もし部屋探しとかで物件を探すために不動産屋に行くんだったら、一緒に付き添うよってことは言ってます。要するに私が要は営業マンとしてあなたに対して物件を紹介するっていうことはしないけれども、お部屋探しを行くっていうんであれば、付き添って行って、でそこで紹介された物件に対していいとか悪いとかですね、あとはその実際決めようとしている物件があって、でその埋葬をもらってくるじゃないですか。その埋葬を見せてくれれば、それに対して、あ、これ相場よりも安いからいいんじゃないとかですね、まあ、ここちょっと設備はこれ欠けてるから、ちょっともう一回物件いろいろ探してみたらとかですね、そういうようなアドバイスはたくさんしますということをお伝えします。ただ私自身が物件を探しておすすめするということはしないというふうに言ってます。それはどうしても私も営業マンなので、おすすめするということはですね、あなたにその物件を契約させようという方向にですね、どうしても誘導しがちになっちゃうんです。これは職業病だと思いますけども、だからそうしたくないので、基本的には直接的に紹介するということはしないというふうにやってます。ただアドバイスはしますよということはしています。そんな感じのですね、対応をしております。もしですね、これ不動産業界に勤めてらっしゃる方ですね、これわかるっていう方、もしそういう方いらっしゃいましたら、コメントいただければと思います。ということでですね、こんな感じで、まあもうゴールデンウィークも明けましたんでですね、どんどんとですね、宅建試験に関係するですね、知識の方をですね、発信していきたいと思います。賃貸借契約は継続的な契約なので、何かですね、あると友人関係とかですね、親戚関係にですね、ひびが入りますので、あまりですね、直接自分自身で物件を探して仲介するということはあまりやらない方がいいんじゃないかなというのは、私からのアドバイスでございます。ということで、また明日。夢に向かい必ずできる明日の世界。